山家チャンネル。元気ですか？どうも、けいです。今日は函館ラサールの理科の入試問題を解説していきます。問題はこちらです。試験管の中にマグネシウムと水塩酸が入ってます。そこで化学反応を起こして何か気体が発生しているようです。はい、1番化学反応式を書けという問題です。マグネシウムと塩酸が化学反応を起こすとどうなるか。で、気体が発生するとあるので、これは何の気体かというと水素ですね。残ったものは何かというと MgCl2 で塩化マグネシウムが残ります。マグネシウムと塩酸を化学反応させると水素という気体が発生して塩化マグネシウムができます。はい、カッコ2番。カッコ2番は、この実験で同じ濃度の薄い塩酸10立方センチメートルが入った試験管に 0.1g から 0.5g のマグネシウムを入れて気体を発生させた時、入れたマグネシウムの質量と反応せずに残ったマグネシウムの質量の関係を右図にグラフで表しなさいという問題です。はい、この問題を解くためにはまず1つ目のグラフの意味を理解することが大切です。1つ目のグラフ、横軸はマグネシウムの質量になってます。縦軸は発生した気体の体積、水素の体積になってますね。マグネシウムの質量を 0.1g 入れた時に水素はどのくらい発生するかというと100立方センチメートル発生しています。マグネシウムの質量を 0.2g 入れると200立方センチメートルの、体積の水素が発生します。 0.3g のマグネシウムを入れると300立方センチメートルの体積が生まれます。ですが、ここまでは右肩上がりですよね。しかし 0.4g 入れても、発生した気体の体積は300しかありません。 0.5 入れても300です。このように一定になってますね。マグネシウムが 0.3g 以上は一定になっていますね。これはなぜ一定になっているか、試験管の中に入っている塩酸が十分に化学反応を起こしてしまって、これ以上化学反応できないよという点がこのマグネシウムの質量 0.3g の点です。なのでマグネシウム 0.3g までは化学反応できますけど、それ以上となるとできないよと、マグネシウムは残ってしまうという意味がこのグラフから読み取れます。はい、それではカッコ2の問題を解いていきましょう。カッコ2、横軸はマグネシウムの質量です。で、縦軸は残ったマグネシウムの質量です。で、上のグラフで見たようにマグネシウムの質量が 0.3g までは化学反応をしてしまって試験管の中にマグネシウムは残りません。なので入れたマグネシウムの質量 0.3g までは残ったマグネシウムの質量は0です。で、マグネシウムの質量 0.4g の時にもう化学反応を起こさないのでマグネシウムが余ります。 0.4g のうち 0.3g のマグネシウムは化学反応しますが、
残った 0.1g は、余ってしまいます。なので入れたマグネシウムの質量は 0.4g、 残ったマグネシウムの質量は 0.1g です。で、入れたマグネシウムの質量を 0.5g にするとどうなるかというと 0.3g までは化学反応して、残った 0.2g はマグネシウムのままになるので 0.2。 で、この 0.3、0.4、0.5 の0、1、2が直線で結びついてこういうグラフになります。これで今日の授業終わります。また見てね。